どうもアニマーズです。今回作るのは花びらで切り替わるトランジションを作っていきます。今回もいつもと同様コーンポジションを準備します。幅1920、高さ1080のフレームレート30で設定します。今度は見栄えを良くしたいので平面レイヤーを作成します。コントロールと Y またはコマンドと Y で平面レイヤーを作成します。そして色をこの色で指定します。具体的にカラーコードで言うと 8A969E で作成します。 OK をして平面レイヤーを作成します。そしてこの作成した平面レイヤーをコントロールと D またはコマンドと D で複製します。そして複製した方の平面レイヤーにエフェクトを追加します。上部メニューのエフェクトから描画 CC スレッズ追加します。でエフェクトを調整するんですが、まずウィド数を5、ハイトも5に変更して、シャドーイングを5に変更して、背景、下地の作成は完了です。コンポジション画面今めっちゃ小さくなってましたね。拡大します。まあこのようななんかちょっとレトロ風のテクスチャになっているかと思います。で、今度ここから早速トランジションを作っていくんですが、まず花びらを作っていきます。まずコンポジションの画面に収まる範囲で多角形を作成します。Q キーを複数回入力してこのようなアイコンに切り替えます。切り替えた後はコンポジション画面をクリックしたままで、そしてシフトキーも押したままドラッグして五角形を作成します。ちょっと僕は中心に持っていきます。で設定については線はなしで塗りをありにして色コードを指定します。ここの色は EBD78F で作成します。今度この多角形1を展開し、多角形パス1も展開します。そして頂点の数を6に変更します。すると六角形に変更できます。でここで一つ確認なんですが、この僕と同じように頂点の数がないっていう方は多角形ツール作成時にベジパスにチェックが入っていると思います。なのでちょっと二度手間になって申し訳ないんですが、作成時にこのベジパスのチェックを外して作成すれば僕と同じような表示のされ方になります。で続いてパンク膨張を追加します。コンテンツの右にある追加をクリックし、パンク膨張を追加します。そしてパンク膨張を展開し、量を68に変更します。すると花びらを作成できるので、今度中心のあれをですね、作ります。ちょっと名称忘れてしまったんですが、お花の中心の部分です。あれを作ります。またまた Q キーを複数回入力して、今度はこのような楕円形ツールに切り替えます。でこちらもベジパスにチェックが入っていないことを確認して、まあ入ってても大丈夫です。でシェイプレイヤーを選択した状態でシフトキーを押したまま画面をクリックドラッグして正方形を作成します。でこの作成した正方形に関しても色を指定します。線はなしで塗りの色を指定します。今回は EBD78F と入力します。まあこんな感じでお花の作成が完了です。で作成したこの楕円形がちょっと中心から、この中心といいますか花びらの中心ではない場合は V キーで選択ツールに切り替えて楕円形1を選択します。
すると楕円形位置のみが選択されるので、この状態でクリックしてドラッグするなり矢印キーを使って中心に持っていきます。まあ、だいたい目安で大丈夫です。で、この作成したシェイプレイヤー、まあ、花びらのシェイプなんですが、非表示にします。で、ここからやっとなんですが、アニメーションを作っていきます。またまたコントロールと Y、 またはコマンドと Y で平面レイヤーを作成します。色は何でも大丈夫です。OK をして作成します。今度この平面レイヤーに CC パーティクルワールドを追加します。上部メニューのエフェクトからシミュレーション、 CC パーティクルワールドを追加します。で、そしてこの追加した今 CC パーティクルワールドをいじっていくんですが、今回20個くらい調整する箇所があって、結構多いのでゆっくりやっていきます。まずバースレートからいじっていきます。はじめに0秒地点でバースレートの数値を 141.1 に変更します。そしてストップウォッチをクリックしてキーフレームを作成します。今度4フレーム地点に移動します。ここで0に変更します。今度すぐ下のロンジビティ、これは2に変更します。次はすぐ下のプロデューサー、こちらを展開します。で、下から3つのラディウス、X、Y、Z、すべて0に変更します。今度、フィシックスを展開します。まず、アニメーションをトゥワールに変更します。これ読み方がちょっと個人的にも、多分今まで私はツイルと読んでたような気がします。調べたところ、トゥワールだそうです。こちらに変更します。で、今度、グラビティ。まあ、これは文字通り重力ですね。これをマイナス0.5 に変更します。以上で、フィシックスの設定は完了です。今度、パーティクルを調整します。一番上のパーティクルタイプ。これを、ラインから、テクスチャクワッドポリゴンに変更します。すると、パーティクル消えたと思うんですが、正常です。この状態ですぐ下のテクスチャーを展開します。そして、テクスチャレイヤーの左側の方をプルダウンし、2行目のシェイプレイヤーをクリックします。人によっては2行目ではない可能性もあるので、シェイプレイヤーを選択します。すると、またパーティクルが表示されたかと思います。今度、右のソースをプルダウンし、エフェクトとマスクに変更します。今度、ローテーションスピードを360に変更します。続いて、飛んでバースサイズ。これを 0.5 に変更します。で、今度デスサイズ、これを3に変更します。まあ、ちょっとここまで通しでやっちゃったんで、一回再生して動きを見てみましょうか。皆さんの作成した花びらによっては僕とちょっと異なっているかと思いますが、動き自体は同じだと思います。で、今度サイズバリエーションを50から0に変更します。で、今度マックスオパシティ、これは 100% に変更します。で、今度ちょっとここが専門的なお話になってくるんですが、すぐ下のオパシティマップを展開します。まあ、オパシティっていうのは不透明度っていう意味で、まあ、0% だったら素材が全く見えない状態、 50% がちょっと透けてる状態、 100% が透けてない状態という意味合いなんですが、
オパシティマップっていうのは、まあ、今ご覧いただければわかるかと思うんですが、なんかグラフみたいなものなんですよね。縦軸が不透明度、横軸が時間を表しています。で、このグレーの部分が不透明度の数値を表しています。今回僕の場合は終始マックスで行きたいので、まあどこでも言うのでクリックして、でクリックしたままですね、もう上をスパーとドラッグするともうマックスにできるんで、同じ風にやっていきましょう。ちなみに下にやるとこんな風になります。まあ、ここまでできた方、ご苦労様です。一旦再生して動きを見ています。まあ、先ほどと比べると、その結構はっきり、まあ、透けずに映っていますよね。ですが、これではトランジションと言えないです。まあ、上に向かって今、花びらが舞い上がっている状態なんで、これを上から見下ろしたように変更します。その方法は、エクストラズで設定できます。まず、展開していただき、はじめにエフェクトカメラを展開します。そして、ローテーション X を90度に変更します。こうすることで、カメラの向きを上から見下ろしたように変更できます。再生すれば、その変化がわかります。はい、このような感じで、ほぼトランジションが出来上がっています。あと一息で一箇所変更するだけで完成です。一番下の FOV、これを 58.1 に変更します。以上で全体の設定が完了です。もう一度再生します。このような感じで花びらトランジションの完成です。実際のこのトランジションの使い方のお話になってきます。まあ、具体的なトランジションの切り替え方法っていうのは、例えば今僕はこの一番下の背景素材の部分ですね。ここの部分を切り替わった後にしたいと思います。その場合は、インジケーターを徐々に移動していって、ちょうど花びらが画面を覆い尽くすフレームまで進めます。まあ、ざっくりで良いです。まあ、多分20フレーム前後が画面を覆い尽くしているかなと思います。ここで切り替えたい素材の頭、素材、レイヤーの頭を持っていきます。まあ、こうすることで、めちゃくちゃアナログなんですが、切り替わっているように見せられます。以上が花びらで切り替わるトランジションの作成方法でした。この動画が良いと思ったら、高評価とチャンネル登録の方をお願いします。